どうもお疲れ様です。5年ほど前からですね、私が注目して皆様にお知らせしていた XDC、まあ旧名称、ゼンフィンネットワークですけども、いや素晴らしい発表がありました。日本上場でございます。いやおめでとうございます。いやずっとね、マークしていて、それがピンポイントでこういうふうにね、まあ日本市場に乗っかってくるとなると非常にありがたいなと思ってますね。最近の価格調査でも、まあ、こうやって 4.40 円から5円にと。まあ、これ、グラフの関係ですごい急騰したように見えますけども、最近の動きはそんなに激しいわけじゃないんですよね。30日で見てみましょうか。うん。まあ、もともとね、5円、6円とか、私の場合はね、10円あたりをうろうろしてた時期っていうのを、まあ、想定してたわけですよ。1年で見てみるとどうかな。で、マックスだと、一番高い時期は20円でしょ？で、今5円ぐらいですから、そっから見てもまだね、ちょっと値段弱いなぁと思ってるところなんですよ。でも、このゼンフィンネットワーク、40円から50円で安定するというふうに、私はね、当時試算していたんで、まだまだ伸びしろがあるんじゃないかなって思っております。で、今回ね、日本上場に際して、ちょっとこうメッセージが届いてますので、2つ続けて紹介したいと思います。まずは日本法人 SBI バーチャルカレンシーから、そして、2つ目はね、ドバイのゼンフィンネットワークの創業者の方からです。ご覧いただければ幸いです。向こうから、XDC を日本市場に取り扱いたいというところでご連絡をいただきまして、私どもといたしましては、非常に願ってもない機会だというところで、SBI さんと協議を進めてまいりました。こんにちは、ジャパン。はい、I'm Atul Kekade. I'm the co-founder of XDC Network. Guess what?Your favorite network is now coming to Japan with our partnership with SBI Holdings Japan through their exchange SBI VCT. XDC Network is a very enterprise friendly and efficient Ethereum compatible network. From this year, you will see billions